いいからどこから回る？やっぱり絶叫系？いやいや、女の子だぞ。まずは可愛いアトラクションで。ああ、そうだ。なかなかいい感じだろう。さてと、どれが聞きたい？そうだな、まずはどれにしようか。ああ、いくらでも聞かせてやるぜ。どれがいい？どれでも演奏できるんだぜ。特別にリクエストに応えてやろう。好きなのを選ばせてやる。うん、どれでも選んでくれ。ドア？え？どれのことだ？え？は？何言ってんだ。選ぶのは楽器だぜ。ドアなんかなしだ。ドアなんか。さ、どれがいい？
ん？ああ、いたいた。ちょっと待ってよ。あんた、今休みだろ？俺と一緒にゴーカートに乗らない？暴走？どこがだよ。普通にコースを走っただけだろ。普通だよ。いや、正確にはあんなの普通以下だ。あんたが初めてだって言うからセーブしてあげたんだぜ。スピードもそこまで出さなかったし、コースの外にも出なかった。あんた前回ちょっと怖がってたけど、最後には慣れてただろ。繰り返し乗れば今度は楽しくて仕方なくなるぜ。そんなことないよ、すぐに慣れるって。ってなわけで、行こう。そうなの？出かけるのなんてまた今度でいいだろ。俺と遊ぼうよ。すご？何？誰かと約束しているってこと？まだ遊園地のアトラクションも乗り尽くしてないのに、他の領土のやつと約束？まずこっちで遊べばいいのに。約束しているなら仕方ないか。分かったよ。じゃあゴーカートはまた今度ね。
あ、待ってよ。で、あんたどこに行くの？なんだよ、なんで隠すのさ。大人か子供かとかじゃなく、俺は猫だから自由に。お前は暇なんだな。無駄なことをしていると思うのなら、私になど会いに来なければいいだろう。無駄遣いしたがるほど時間があって、羨ましいことだ。お前と同じように暇な人間に相手をしてもらえ。この世界には時間を持て余している奴は腐るほどいる。私は仕事に忙しい。お前と違って暇じゃないんだ。一分一秒無駄に使いたくない。今は暇を持て余したいいご身分というわけだな。滞在先の手伝いをしているんじゃなかったか？それでは暇ではないだろう。どんな仕事にも休憩くらいある。ずっと働き詰めていたいのか？私の仕事はそういう仕事だ。なんだ、私のようにこもりっきりで休みのないような仕事に就きたいのか？
憂鬱そうな顔をするな。ただでさえ神器臭い場所がますます暗くなる。自分のならな。人に暗い空気を作られるのは好きじゃない。押しかけてきた奴に言われたくない。ではなんだ。職場でいじめられているのか。人間関係のトラブルなどよくあることだ。何のトラブルもなさそうじゃないか。お前、元の世界ではよほど忙しく過ごしていたんだな。休みがあるのは普通のことだ。ない方が異常だろう。お前のことだ。うまく両立させていたんだろうな。私は作業に集中すると他のことは気にかからなくなる。知っているだろう。帰ってきたんだ。おかえり。どうだった？約束の相手とはちゃんと会えた？そっか、よかったね。俺はあんたがいないからつまらなかったよ。ゴーカートが嫌なら無理には誘わないから、今度は俺と遊んだよね。
遊んであげるって猫の子をあやすような言い方だけど、よし、約束だぜ。あんたでも楽しめそうなやつもう一度考えておいてあげるから。ああ、またね。今回はどれにするかな。どれを聞いてみたい？そっかそっか、どれも聞きたいよな。でもまあ落ち着け。おいおい全部聞かせてやるとして、まずはこれ。じゃ、新しい楽器が入ったんで、それを。今までない楽器なんだぜ。新しく手に入れたんだ。新しいサウンドが聞けるってのに。そうか、俺って新境地を開拓するのがうまいんだな。いいじゃないか、新感覚、新感覚。どれが聞きたい？どれにする？何か言ったか？
あんた演奏できたのか？